藤井風から昇れ、世界へ誕生の瞬間を記録、NHK 総合は10月31日22時より、放送藤井風が自身のインスタグラムを更新。10月31日22時より放送される NHK ミュージックスペシャル藤井風から昇れ、世界へ NHK 総合のメインビジュアルとそのアナザーカットを公開した。同番組は藤井の LA での制作や日産スタジアム公演に密着。世界にファンを広げている藤井の素顔そして進化するの魅力に迫る。公開された写真は金色の髪をハーフアップにし、オレンジ色の刺繍が入った白シャツとペイント白デニムを着用した藤井が両手を額に当ててカメラを見つめているショット1枚目、自然体な雰囲気の横顔2枚目、そしてメインビジュアルである手で片目を覆って目を閉じている姿3枚目、さらに腰に手を当てた藤井が歯を見せ満面の笑みを浮かべているショット4枚目の全4枚。コメント欄には笑顔が素敵すぎる、髪型かわいい、白い服が似合いすぎてる、魅力的な風くんから目が離せない、ありのままの姿が大好きといった声のほか、放送が待ち遠しい、絶対リアタイする、心して拝見しますなどと放送を楽しみにする声も多く上がっている。藤井風から昇れ、世界へ誕生の瞬間を記録予告映像。